おざます。ピノチャンネルのピノです。今回の動画はですね、ダルビッシュセレクション開催直前情報、かつ、いろんな契約書開封。はい、ということでですね、ちょっとね、本編動画の方は久々になってしまって申し訳ございませんでした。皆さんね、クリスマスはいかがお過ごしだったでしょうか。冒頭で言った今日はね、撮影日12月26日ということでですね、ダルビッシュセレクション開催直前情報とですね、累計報酬の、プロスピーパークのですね、契約書開封だったりね、遅くなっちゃったんですけど、ジュニアトーナメントの契約書開封、そしてちょっとね、クリスマスに起こった事件なんかを話していきたいと思いますので、よろしかったら最後までご視聴いただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まあ、まずはね、クリスマスに起こった、まあ、クリスマス前後とクリスマスに起こった2つのちょっとした事件なんですけども、まず1つ目はこちら。はい、高橋由伸特殊事件ですね。まあ、プレイ開始46日目かな。で、初めて極みになった選手が、まあ、高橋由伸選手だったんですけども、周年福袋ガチャとかでね、引いたり、育成しなかった B ランクをすべて全突破して、特殊を5回ですね、行ったんですけども、その結果がこの写真の通りということで、まあ、ライトの守備適性は愚かね、権力も上がってないという完璧な着地でございました。これが一つ目の事件です。で、二つ目の事件がですね、こちらになります。はい、森友哉事件ですね。パースピーポイントクラブの S30% 契約書から来たんですけども、プロスピー交換会第1回ね、せっかく森友哉選手を引いたのに、まあ、それが無駄になったと、はい、いうような感じでございます。続いてまずはですね、マンスリープレゼントの契約書ですね、S ランクジュニアトーナメント契約書の開封の動画を、お見せしながら解説をしていきたいと思います。一応狙いは、木澤選手、田上選手、林選手でした。で、引いたのは、こちらの選手になります。はい。なんとか、林選手、狙いの選手の一応一人引くことができました。まあ、スタメンでは使わないんですけども、デフォでね、ミパー同値で広角打法を持ってるっていうことでね、選手が足りない方なんかはね、結構、使い勝手のいい選手じゃないかなと思います。で、まあ、こちらね、当たりということで、交換会にも出さずに、はい。手元で、持っている形となっております。さあ、それではお待たせしました。ピノチャンネル名物シリーズ、累計報酬開封シリーズですね。気合があれば狙いを引けるということで、プロスピパークの累計報酬ですね、 S ランク契約書を引いていきたいと思います。まあ、狙える選手はたくさんいるんで、当然ね、ニューの選手もしくはポジションで言えば中継ぎかショートの選手が来れば、まあ、目標達成という形なんですけれども、さあ誰だ、ダルセレ前にクリスマスプレゼント来い、お願いします。おー、西投手ですか。まあ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 、引きとしてはいいんですけど、ちょっとね、もう先発枠は埋まってしまってるんで、まあ残すならベンチかな、ステータスはね低いわけじゃないんで、はい、という感じですかね。まあ、いずれにしてもね、はい、まあ、新選手ということで、はい。まあ、ただ、ちょっと使うかどうかっていうところはあれなんですけど、まあ、いいでしょう。こんなもんです。はい。ということで、以上、累計開封でした。はい、ということでね、後半はダルビッシュセレクション開催直前情報ということで、簡単にね、まあ、考察していきたいと思うんですけども、皆さんは、発表された12選手いかがだったでしょうか。本当に、まあ、ダルビッシュさん、ユーザーのことをね、よく考えてくれていて、各球団ね、いろんな、こう、兼ね合い、見方からね、いろんな世代からバランスよく本当に選手を選んでくれてるなっていうのがすごく伝わりました。はい、今年もね、プロスピエスに携わっていただき、本当に、ね、勝手ながら、ありがとうございます。1ユーザーとして本当に楽しませていただいておりますということでね。はい、こちら撮影してるのがね、12月26日なんで、あと2日なんですけれども、まあ、私個人の狙いとしては、ランディ・バースと、ダルビッシュさんが一番手です。はい。で、続いて落合さんという感じですね。で、まあ、ね、限界突破コーチももうな、当然ないので、まあ、本当今言った2選手ないしは3選手を取ってね、はい、頑張ってやっていきたいなっていうような感じでございます。で、当然ね、エナジーも全突破していく予定なんで、こちらのね、まあ、ガチャ動画をね、年末年始はまた、はい、楽しんでいただけるように引いていきたいと思いますんで、みんなでね、12月28日からダルビッシュセレクション盛り上がっていきましょう。ということで、本日の動画は
以上になります。よろしかったらこちらのチャンネル高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それではピノチャンネルでした。あざした。はい、ということでこちら今緊急で撮ってるんですけども、ただいまの時刻は間もなく12月27日になるところなんですけども、本日 GAS、自チーム A ランク契約書の引きが神がかってるということで、その勢いをそのままに S ランク自チームミキサーで坂本隼人選手を狙っていきたいと思います。13分の1無謀な挑戦なんですけども、交換会に出していた選手も混ぜていきたいと思います。まあ、もしくは菅野、高梨、丸、岡本選手でもいいんです。なんで約2分の1で当たるんで、来い、よろしくお願いします。どうちょーマジかマジか、あ、来たショート来た、しかも13分の1積もった。いやー、ダルセレがもう待ちきれないっすということで、ご視聴ありがとうございました。